ハブ昌平は、広島県尾道市出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。尾道市立三木中学校時代は、尾道シニアでプレー。広陵高等学校3年時は首相を務め、三塁手のレギュラーとして、第79回選抜高等学校野球大会で、ベスト8まで進んだ。第89回全国高等学校野球選手権。 大会では準決勝の常は菊川戦で主戦の田中、健次郎から先制のソロホームランを放つなど活躍し、エースの野村雄介、小林聖二、一学年後輩の上本総志らと共にチームを準優勝に導いた。高校卒業後は、早稲田大学に進学。外野手にコンバートされ、2年時の春からレギュラーに定着すると、4期連続で打率3割以上を記録し、 三年時の秋には、首位打者を獲得した。しかし、首相を務めた四年時は、打率1割台と極度の不振に陥った。リーグ通算81試合に、出場、267打数80安打、打率、304本塁打、32打点、15盗塁、ベストナイン2回。2011年10月27日。 プロ野球ドラフト会議で広島東洋カープから4位指名を受けた。ドラフト会議前は4位以下の指名の場合は、社会人野球のトヨタ自動車へ進む意向を示していたが、ドラフト会議後、園田里彦スカウト部長と小形義則スカウトから指名挨拶を受け、プロ入りへ前向きな姿勢を見せた。同年11月16日、広島との契約に合意しかり契約を結んだ。 背番号は43。日本人の着用は上原明以来15年ぶり。プロ入りから4年間は一軍出場がなかった。2016年5月31日に1軍発出場を果たし、6番ライトで初スタメンとなった6月3日の福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初安打を放った。2018年は一軍出場がなく、10月2日に戦力外通告を受けた。 11月12日に2019年度よりスコアラーとして契約することが球団から発表された。ライナー製の打球が持ち味でバットコントロールに優れたアベレージヒッター。遠投105メートル、50メートル6秒3で足、肩も水準以上と評価されている。広島県の尾道市出身で市民球場時代からカープの試合を見に行っていた。 ドラフトで開始名なら社会人野球に進む予定だったが、指名された球団が地元だったことで入団に気持ちが傾いたという、ありがとうございます。